皆さんこんにちは、廃棄イラストレーターのアリです。今回も楽しんで描く廃棄イラストやっていきたいと思います。このチャンネルでは背景の描き方やいろいろな iPad のアプリについて紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はここにあるようなですね、木のイラストを描いていきたいと思います。さあ木といってもですね、そろそろクリスマスなので、クリスマスでよく用いられる木ですね、クリスマスツリーとかでよく描かれる代表的な木、モミの木ですねの、まあ、簡単な、できるだけ簡単な描き方を紹介していますので、この動画を最後まで見てモミの木の描き方をマスターして、ぜひクリスマスイラスト等にお使いください。それでは本編どうぞ。はい、それでは本編やっていきましょう。さあモミの木ですね、今回ちょっとこの2つあるんですが、右側はね参考ということで描いてきたので、この普通の、ね、緑のモミの木っぽいものを描いていきたいと思います。それではちょっとね、まずいつも通りポイントから説明していきましょう。さあポイント、クリスマスの木というのはどんなものなのかと、皆さんね想像している通り、なんかこうチクチクしたね木になります。でモミの木っていうのが一番有名ですね。まあいろんな針葉樹林、前回ですね、まあ以前木の描き方で針葉樹林とか広葉樹林の説明もしていますので、ぜひですねそちらの方も見てみてください。まあそれの針葉樹林ですね、なんかこうチクチクしてる感じ、とんがってる感じでイメージしてあげれば良いです。でまずざっくりした形を考えて、でなんで、ね、そうなってるのか、針葉樹林なのかというと、この葉の形状ですね、葉っぱがなんかこうねチクチクしてるんですよね。こういうのがチクチクチクってあると、でそれが集まってできてる上に、この特徴として枝がですね、まあ上の方に下にこう落ちるんじゃなくて、ちょっとねちょっとだけ上の方にこう生えてるようなイメージで描いてあげるといい感じになります。でそれを意識した上でシルエットで描く、ね、これが大事になってきます。で今回ですね、簡単な描き方、まあできるだけザクザクザクと描けるようなねイメージで描いていきたいので、こんな感じですね。アップにするとね結構ザクザクした感じがわかるかと思います。ですが、まあこれでもなんとなくもう特徴はねこれで伝えれますので、この針葉樹にモミの木の特徴だけ押さえると簡単にね描くことができますので、それをちょっとやっていきたいと思います。さあやっていきたいんですが、作画方法もね今回ちょっと持ってきました。でおすすめブラシというものがありまして、ちょっとねプロクリエイトのバージョンによってもしかしてないかもしれないんですが、オーガニックのね、このペンの中のオーガニックという中の小枝、これをですね発見しまして僕もこれ知らなかったんですが、全部いろいろ使ってみて気づいたんですが、このねペンがこんな感じなんですよ。でなんかもうチクチクしたのを描くのにうってつけそうじゃないですか。こんな感じでね、こういう感じで描いてあげると、もう針葉樹林の葉っぱをこうやってね、もう一気に描くことができると。まあ、もうこれでね、これでもう針葉樹林で少し葉っぱですって言ったら終わりぐらいのような、今回のように向いたですねペンがありますので、それを使用して、まあ、描いていこうと思います。でまず全体の当たりを取るんですが、全体の当たりを取る段階から先ほどのを使ってもいいんですが、まあ、先ほどのはね、こう、使って全然描いていってもいいんですが、最初は全然違うのでも構いません。普通に、ね、ペイントの円ブラシとかでもいいので、まあ、これでなんとなく最初に形を取っていってあげましょう。で、この全体の当たりっていうのが、先ほど言ったこのシルエットですね。シルエットになります。で、まあ、なんとなくシルエットをこう描いていってあげると。でここにあったこう特徴をねなんとなく活かしていきましょう。この上の方に、ね、上に向きながら生えていくよとか、そういうところは意識しながらこうやって描いていってあげて、でねだいたいこう描いていってあげて、もうシルエットなんでね、だいたいなんとなくの形でもう本当にいいです。もうなんとなく思った感じで、できればですね、できれば資料を見てください。もう今、いろいろ調べれますので、まあ、資料のね、いろいろこう集めるアプリなんかも、まあ、前回ね、紹介してますので、そちらもぜひ、ね、この辺からご覧ください。で、資料をね、できれば見ながら書いて、まあ、今回はなんとなくね、僕の方は調べておいたので、まあ、それをね、頼りに書いていきます。で、まあ、こんな感じで、全体のね、当たりを取ります。で、当たりを取った後に、次、基本色でね、塗りつぶしてあげましょうというふうに書いてますが、さ基本色でね、塗りつぶしてあげる。まあ、これはもう、緑の、もうメインとなる緑の色を塗りつぶしてあげます。まあ、これ最初のね、当たりの時に、その色で書いていれば、もうそのままで大丈夫です。で、その後に影の色を入れてあげましょう。で、影の色を入れるときは、
まあ、少しざっくりしたね、ブラシでもいいんですが、まあ、このままでも全然いいです。なんとなく、真ん中の方ですね。真ん中からこうあって、この辺がこう、ニョキニョキ生えてるので、この奥の方はね、暗いわけですね。ここにこうやって、いっぱいこう、重なってるんで。なので、まあ、真ん中の奥の方は暗いと、なんとなく意識してあげてください。で、影色を入れてあげました。で、まあ、隙間を作ってハイライトを入れると完成なんですが、まあ、この隙間を入れるのを作るの前にですね、実際に塗っていってあげましょう。これ書いてないですね。ここで、細かい部分、葉を描くと。で、葉っぱを描く。どうするかというと、先ほどのね、このオーガニックの小枝というブラシで、ちょっと太めに持っていってあげて、こういう感じで描いていってあげます。これどう描いてるかというと、中から外にこう引っ張ってあげるような感じですね。中から外に引っ張ってあげるような感じで、こうやって一個ずつね、こう描いて、もうちょっと大きいブラシですね。もうちょっと大きいブラシでいいので、ここもザク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 と。この丸まってる部分ですね。今回丸まってる部分を丸まってないようにするために、こうザクザク生やしていく感じですね。もう細かくめちゃくちゃ描かないといけないというわけではないので、今回はね、なんとなく、シルエットの形を取れればそれでいいかなと思っていますので、もうちょっとね、細かく描きたい場合はもう一個一個ちまちま描いた方がね、もちろんいいのが、そのリアルなのが描けます。だからもうアイコンとしてね、使うような、まあクリスマスのもみの木ってこんな感じだよねってアイコンで全然ね伝えられますので、それほど特徴的な木になっていますのでね、もみの木というのは。で、そういうアイコン的な感じでこうやって捉えていってあげる。だいぶ変わったんじゃないでしょうか。どうでしょうか。で、これを今こうちょん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 と足しただけなのにかなり変わってますね。あとは影になる部分、この葉っぱの下の部分とかね、ちょっと影色を乗せていってあげて、こんな感じですね、重なっていきます。で、ポイントはですね、ぐわーっとこう一本のラインで描くのではなく、こうちょん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 と、小さいストロークで描いていくのが大事になります。で、こうやって小さなね、ストロークで描いて、まあ、幹の部分にちょっと影を入れてあげましょう。まあ、これで、まあ、なんとなくね、形になったんですが、まあ、隙間を作ってあげると、こう奥側からこう透過してる感じが生まれますので、少し隙間を作ってあげる方が、いい感じになることが多いので、まあ、ちょっとこの辺に隙間をね、入れてあげようかなっていうところにこう隙間を入れてあげましょう。で、隙間を描いたら、その後は、また、上から隙間をこう消すような感じで、ね、ちょこちょこ描いていってあげます。もう奥の方なんでね、影色で塗ってあげても全然いいですね。こんな感じで。もしかしたらちょっとね、机が揺れてるかもしれませんが。こんな感じでね、描いて、隙間を、ね、隙間があることによってだいぶ変わったのがわかるでしょう。ちょっとね、巻き戻してみてください。隙間がないのがあるのではね。結構違いがね、奥の透過部分とかも違いがわかるかと思います。で、最後に、もうこれでほぼ終わりなんですよね。当たりを取って基本色塗りつぶして影の色を入れて、細かい部分、葉っぱですね、今回は。葉っぱを描いてあげて、で、まあ隙間を作ってあげましたと。まあ、サクサクサクといきましたが、まあ、全体的にはもうシルエットを取っているだけなので、最後にハイライトを入れてあげましょう。で、このハイライトというのを一種類のね、色だけではなく、まあ、何個か入れてあげることによって、ちょっと複雑なイラスト、カラー構成になったりするので、まあ、その辺もですね、いろいろ試してみてください。こんな感じですね。葉っぱがこう手前の方にも来ているので、こう手前の方にも、ハイライトというか、まあ影、葉っぱの色ですね。葉っぱのちょっと明るめの色をこうやって入れていってあげると、いい感じになります。ちょっと、ざっくりちょっとね、塗りすぎてますが、まあ、これぐらいざっくり塗ってもちょっと針葉樹の感じは全然出ますので、ね、これで、いい感じになってきたのではないでしょうか。これで三つ目のカラーですね。黒めの色と、その次の色。で、明るい色を今入れました。で、さらにここに、もっと明るい色なんかを足してあげるとね、こう光が本当に当たってる場所だけこう、光らせてあげたりすると、なんかこの辺からこう当たってるようにしましょうか。この辺からこう当たってるような感じにすると、こっち側だけこう光ってね、
垂らしてあげるとか、こっち側だけ。で、あとはもうなんかね、光のこうカラーの効果とかを入れてあげると、さらにいい感じに光らせることができますので、いろいろ試してみてください。あとはね、幹の方もちょっとこう入れてあげるという感じで。で、これで大体の、作画は終わりになります。逆にこっち側ちょっと暗くしようかな。暗い部分をちょっと多めに取ってあげたりとか。まあ、だいぶざっくり描いてますが、まあ、これでなんとなく、針葉樹リー感出ませんかね。さあ、いかがでしょうか？あとはこれになんかね、リボン巻いてみたりとか、なんかこういう感じのね、リボンをこう巻いてみたりとか。していくと、こう、クリスマス感がね、どんどん出てきますね。こんな感じでね。よいしょ。で、くるくるいろいろ巻いて、描いていくと、クリスマスっぽいイラストを描くことができますよ、という感じになります。さあ、いかがでしょうか？かなり、ね、ざっくり描きましたが、簡単な感じがしたんじゃないでしょうか？この今回は、ブラシのですね、オーガニックの小枝というものを使うことによって、まあ、なんとなくもみの木のシルエットだったり、この針葉樹の感じ、チクチクした感じですね、を出しやすい描き方になりますので、ぜひですね、真似してみてください。もともとこんな感じですね。ちょっと今回、横に大きくなっちゃいましたけど、密度が高いですね。前回描いたやつとかはもうちょっとこのスタイリッシュな感じにして、この隙間ですね。この隙間部分をもっといっぱい作ってると、こういう感じになるということになります。あとは、いろいろ遊んでみたいですね。これとか結構遊んでますね。まあ、こんなのも描けるんだよ。ちょっとスノードームっぽいイメージで描いてますが、これはですね、雪の、この、先ほどシルエットと、まあ、先ほどね、シルエットで描いたここの黒い部分。ちょっと今の背景をね、消すと全部消えちゃうんで消せないんですが、わかりますかね？このシルエットに、この雪のエフェクトというか書き込みをしています。これはですね、葉っぱの上にこう雪を積もらすというか、葉っぱがこうあったとしたら、ここに雪をね、乗っけていく感じで、白いこう塊をこうゴリゴリゴリって書いてる感じですね。で、これも本当はですね、こう、なんだろう、葉っぱがこう、下がっていくんですね、重さで。なので、ちょっとだけこう下に、ちょっとだけ下に行ったりとかすると、ちょっとリアルになりますので、ぜひですね、この雪っぽい感じ、雪がね、積もってる感じというものを、ぜひアレンジとしてですね、描いてみてください。あとはさっき描いたように、この上にね、リボンをこう巻いていって、もう一回描きますと、ね、こんな感じでリボンをこう巻いていって、よいしょ。で、こんな感じでリボンを巻いたりとか、あとはそれに準じた飾りですね。こう飾りとかをこうやってね、つけていってあげたりとか。すると、なんか急にクリスマスっぽくないですか？これ。ね、いい感じですね。クリスマスツリーね、まだ買われてない方はぜひ絵に描いて、帽子とかね、入れちゃってとか。こんな感じで、まあこの辺ちょっとね、雑に描いてますが、でもこれでもなんとなくクリスマスカードとかはね、パパパッと描けたりすると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回はもみの木の描き方、まあ針葉樹林ですね。クリスマスツリーでよく使われるもみの木の描き方の紹介になりました。それではポイントをおさらいしてみましょう。さあ、クリスマスの木と言われるものは、まあ、もみの木だよ。で、針葉樹林ですね。こう上に尖ってるみたいです。で、葉の形状っていうのはチクチクしているので、そういうね、針葉樹も針のような葉っぱと書かれる漢字で表現されている針葉樹林。で、枝はこう上の方にね、伸びていくっていうのはなんとなくこう、ちょっとだけですね、意識してあげるといいよと。で、全体をシルエットで捉えて書いてみましょう。で、実際に書いていく描画方法としましては、オーガニックの、今回はオーガニックの、こうですね、オーガニックの小枝というものを使って書いてみました。で、もしかしたらプロクリエイトバージョンとか、もしない場合はですね、ない場合は、こう、チク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 書かないといけないんですが、他のですね、チョークとかもいろいろ似たような感じ、なんとなく似たような感じで書けると思いますので、ぜひいろいろブラシ探してみてください。で、書き方としては全体のあたりを取ってあげる。で、基本色で塗りつぶしてあげると。ね。で、その後に影の色を入れてあげましょう。で、そして、細かい部分、で小枝でこう、チクチクとね、葉の部分を書いてあげて、で、消しゴムで隙間を作ってあげて、で、ハイライト。まあ、違う色ですね。明るめの色を入れて、完成という形になります。あとは、いろんなアレンジをしてですね。こう、木プラス、雪だったり、ね、クリスマスツリーに実際飾りをして、つけてやってみるとか、いろいろ試してみてください。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回はもみの木の描き方になりました。今後もですね、こう木の描き方だったり、他の彩色の方法だったり、パースだったり、いろいろ紹介していますので、ぜひですね、チャンネル登録して背景イラストと一緒に上手くなっていきましょう。またこの動画がですね、面白かったよ、良かったよという方は、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。